今日紹介する作家は堀達夫。バッハのフーガの印象をもとに書かれたという短編小説です。堀達夫、美しい村。主人公は軽井沢の自然の中で暮らしながら物語の構想を練る若い小説家。彼が出会った少女の面影が軽井沢の美しい自然とともに音楽のように美しく語られます。私の沿うて行く生垣にはそれらの野原が同じような高さの他の灌木の間に混じりながらいくらかずつの間を置いては並んでいるのだった。そうしてその微妙な間欠がほとんど足が地につかないような歩調で歩きつつある私の中に、いつの間にかほとんど音楽の与えるような一種のリズミカルな効果を生じさせていた。そうしてそれに似たある思い出を今度はさっきと異なって鮮明に私のうちに蘇らせるのであった。10年ぐらい前のある夏休みに私が初めてこの村へ来た時のこと。宿屋の裏から水車場のある道の方へ抜けられぬようになっている、やっと一人だけ通れるか通れないぐらいの狭い小さな坂道を登って行こうとした途中で、私はその坂の上の方から数人の少女たちが笑いさざめきながら駆け下りるようにしてくるのに出会った。私はそれを認めると、そういう少女たちとの出会いは私の始終夢見ていたものであったにもかかわらず、私はよっぽど途中から引っ返してしまおうかと思った。私は躊躇していた。そういう私を見ると少女たちは一層笑い声を高くしながら私の方へずんずん駆け下りてきた。そんなところで引っ返したりすると余計自分が彼女たちに滑稽に見えはしまいかと私は考え出していた。そこで私は思い切ってがむしゃらにその坂を登っていった。すると今度は少女たちの方で急に黙ってしまった。そうしてやっと笑うのを我慢しているとでも言ったような意地悪そうな目つきをして、道端のちょうど彼女たちの背ぐらいある灌木の茂みの間に一人一人半身を入れながら私の通り過ぎるのを待っていた。私は彼女たちの前をできるだけ早く通ろうとして、そのためかえって長い時間かかって心臓をドキドキさせながら通り過ぎていった。そう、それらの少女たちの形作った生垣はちょうどお前たちにそっくりだったのだ。おじいちゃんとかどう？いや知ってますか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですか？やっぱ嬉しい。なんか女の子とかにやっぱもっちゃ結構同い年くらいじゃないですか。やっぱそういう子にも見てもらえてなんかすごい嬉しい。今日紹介する作家は堀達夫。バッハのフーガの印象をもとに書かれたという短編小説です。堀達夫、美しい村。主人公は軽井沢の自然の中で暮らしながら物語の構想を練る若い小説家。彼が出会った少女の面影が軽井沢の美しい自然とともに音楽のように美しく語られます。私の沿うて行く生垣にはそれらの野原が同じような高さの他の灌木の間に混じりながらいくらかずつの間を置いては並んでいるのだった。
そうしてその微妙な間欠がほとんど足が地につかないような歩調で歩きつつある私の中に、いつの間にかほとんど音楽の与えるような一種のリズミカルな効果を生じさせていた。そうしてそれに似たある思い出を今度はさっきと異なって鮮明に私の内に蘇らせるのであった。10年ぐらい前のある夏休みに私が初めてこの村へ来た時のこと。宿屋の裏から水車場のある道の方へ抜けられるようになっている、やっと一人だけ通れるか通れないぐらいの狭い小さな坂道を登っていく